はい、というわけで、片付けもだいぶ、序盤の中盤ぐらいになってきたと思うんですけど、この辺で、昔のね、機材がね、いっぱい出てきたので、ね、紹介してみたいなと思ってます。はい。で、まず、これが、僕の原点とも言える、これですね。はい。これが、ヤマハの CMX100 っていう、4トラックのカセット MTR ですね。これが僕が20歳ぐらいの時にこんな商品があるっていうのを初めて知って、もう衝撃を受けまして、わ、これも欲しいと思って、もういくらしたかちょっと忘れちゃいましたけど、頑張って買いました。結構5万ぐらいしたんですかね。いや、ちょっとごめんなさい。あんまりわかんないですけど。これは何がすごいかっていうと、使うのはカセットテープなんですけど、カセットテープって普通、A 面、B 面があって、右から出る音、左から出る音の4トラック構造なんですが、普通はそれを A 面、B 面で聞くので、A 面の2トラック、B 面の2トラックみたいな感じで普通は聞くんですけど、それを、これは、その4トラックを同時方向に走らせて、その4トラックを全部別個で録音できる。これでね、ドラム、ギター、ベース、ボーカルみたいな。で、あとからこうやってなんか、それぞれのボリュームも調整できて、あとこの、なんていうんですか、パンっていうんですかね、右からちょっと出してみたり、左から出してみたりとか、もう本当、こんなことができる、そんなことあるみたいなね、なんか、もう本当衝撃を受けましたね、こんな。こういう発想自体がなかったんで、その当時の僕は。だから、おーっていう感じでした。はい。で、これが本当、僕の多重録音、今でいうデスクトップミュージックの、だから、そう、当時はデスクトップミュージックなんて言葉もなかったかもしれないですけどね、それの原点が。はい。で、先ほどの4トラックのね、カセット MTR をね、手に入れて、すごい、多重録音がさらに楽しくなってきたんですが、やっぱ4トラックじゃ物足りなくなってくるわけですよね、今度。まあでもね、この4トラック以上のものを求めたら、もう、プロ用の機材を求めないといけないみたいなね、そういう感じになると思ってたんですけど、ある日、また、衝撃の出会いがありました。で、それがこのちょっとでかいんですけど、じゃーん、出たポートスタジオ488っていうね、このこれが何かというと、これもカセットテープを使ったマルチトラックレコーダーで、さっきの4トラックだったんですけれども、4つの音を重ねられる。これは、なんと、カセットテープに8個の音を重ねられるっていう、ものすごい優れものっていうか、構造的に4トラックしかないのに、どうして8個の音が重ねられるの？しかも8個重ねたものをこうやってね、一個一個の音をまたこうやってね、調節できたり、あとエフェクトとかかけられる、エフェクターをつないでね、エフェクトの機械をつなげば、エフェクトもかけられるとか、あとまた、そういう細かいところまでできて、本当なんか見た目的にも急にプロっぽい機材になってるんですけど、重いですね。で、これがもう、こんなのが出るって知って、これ欲しいってなって、ね、これ当時、ちょっといくらしたかちょっとわかんないんですけど、飛びついて、買っちゃいました。8トラックカセット MTR を使って、どんどんね、いっぱいの音を重ねられるようにはなってきたんですけれども、今度また衝撃的な出会いがあって、僕の
録音方法っていうんですかね、その一変する商品に出会うわけですね。商品っていうか楽器に出会うわけです。それがこちら、コルグの 01WFD というシンセサイザーです。これが超重いんですけどね、これが何がすごいかっていうと、このいろんな音が出るわけですね。そのドラムだったりギターだったりキーボードだったり、いろんなバイオリンみたいな音とか楽器の音が鍵盤で出せるっていう楽器なんですけど、 01WFD コルグ、重い。これもね、高かったんです。5、6万したと思うんですけど、まあローンできっと買ったんでしょうね。当時音がめちゃめちゃ、いろんな音が出るっていうのもすごいんですけど、さらにすごいことはシーケンサーっていうのがついてまして、プログラムできるんですよ、その演奏を。それから16トラックじゃなくて、もうちょっとかな。なので自分で演奏を弾いたものをプログラムして自動演奏させることができます。そんな発想なんて今までね、もちろんなかったし、今のそのパソコンで作るやつの原点っていうかね、DAW、デジタルオーディオワークステーションとかは、要は、このシンセがやってた役割をパソコンがやってるっていう今状況、最新ではそういう感じで移り変わってるんですけど、これで、運命の君とかカルチベートマイフィールドの何曲かもこれで撮ってますし、なんといっても永遠より続くようにもこれで、演奏はこれで撮ってます。だからデジタルなんでね、音もいいんですよ、もうめちゃめちゃデジタルだから。これに出会えて本当良かったと思います。もう、ね、一変しました、この僕のレコーディングシステムが。はい、そんなも衝撃的な革命的な一品が 01WFD でした。そんな中でさらなる機械との出会いがあるわけですね。それがこれです。だんだん大型化してすごいことになってますが、これがなんと、フォステックスさんというメーカーから出てるデジタルマルチトラッカー DMT8 ですね。これが何がすごいかって言いますと、今まで、要はその4トラックカセット MTR、8トラックカセット MTR という形でどんどん多重録音の機械、マルチトラックレコーダーもどんどん進化していったんですけど、アナログだったんですよね、カセットテープを使うということで。やっぱりどうしてもクリアな音というか雑音っていうか、シャーっていうヒスノイズがやっぱり入ってくる、音が良くないっていう中で、まあでもその時手引きだったんで別に気にならなかったんですけど、さっきの 01W が出てきて演奏がデジタルでできるようになったってなった時に、カセットテープを使わないでハードディスク、この中にハードディスクが入ってまして、ハードディスクに録音する、デジタル録音できて、しかも音が8個8トラック分重ねられるというね、すごい、本当にすごい。これも いくらしたかわかんないですけど、やっぱ20万くらいしたのかな、20万くらいきっとしてますね、これも。これもでも、こんな商品が出たっていうのを知った瞬間にもう欲しくて、たまんなくなっちゃいましたね。頑張って買いました。で、これ、なのでさっきの 01W とこれを使えば、演奏もデジタル、声も、コーラスとか、あと、ボーカルも。でもちょっと言うと、アコースティックギターとかもね、手引きで入れたりしてるので、それが全部デジタル録音できるようになった。なので音が格段に飛躍したっていうのがやっぱすごい
どん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 もう見た目がもうプロっぽいですもんね。そんな中、さらなる衝撃というか、録音機材との出会いがありまして、それがパソコンを使った曲作りとの出会いという、それが、ローランドさんからミュージローっていうその音楽を作れるパッケージみたいなのがパソコン用に売り出されまして、それになんか一通りね、初心者用のソフトだとか、なんか音源だとか、そういうのが全部なんかワンパックになってて、あなたも音楽作りを始めませんかみたいな、ね、感じの商品。それを買いまして、それをもとに、ちょっと勉強して、パソコンでね、こう曲を作るということは、すごい、やっぱり、さらなる技術進歩というか、もう 01WFD で、うおーすげーってなってたのに、もうそんなの比べ物にならないぐらいパソコンで作る方がもうトラック数もね、無限のように使えるし、もうこれはやっぱりもうパソコンでやるしかないと思って、そのミュージローで少し慣れた時に、今度そのまんまそのローランドさんの方で出してたこのテイクウォークプロフェッショナル7っていうね、パソコンのソフト、ダウソフトっていうんですかね、今で言うなら、デスクトップミュージック用のもうソフトですよね。なんか今のそう、もうそういうことです。元ですよね、もうパソコン、だから今の方式と全く一緒で、作った音源をさっきのDMT8 に入れて、歌とボーカルとかアコースティックギターとかを録音していくっていう方式で作ったのが僕の唯一の CD カルチベイトマイフィールドですね。これです。そこがその当時で言うと30歳ぐらいなんですね。で、そこら辺からもうちょっといろいろ仕事が忙しくなったり、なんかいろいろ忙しくなっちゃったんで、曲作りみたいなのをやんなくなっちゃったんですよね、あんまり。はい。で、そこからしばらく、僕の録音システムはそこで止まったままになってしまいまして、気がついたら20年の時が流れてしまった。状況です。はい。で、その20年の間にパソコンとかも格段に進歩して、その間僕はこの音楽作りという趣味からちょっと離れてしまって、ってもう分かんなくなっちゃったんですよね。で、僕の録音システムの常識というか、あれは知識が止まっちゃってたんですけど、で、この間決意表明して、よし、これからはまた新しい使うソフトを買って、パソコンを買って、また新たな曲作りを趣味とするで、 YouTube にはなってみたいなのをやるぞって思い立って、今の録音システムを勉強した し直したら、もうやっぱなんかね、浦島太郎状態っていうか、こんなにすごいことができるの、しかもこんなに安くみたいな、なんかもうびっくりだって、本当になんかだからもうワクワクが止まらないっていうか、いい時代っていうか、もうそれがね、しかもね、 YouTube 投稿にアップすれば全世界の人が聴けるっていうか、聞いてもらえることができるっていうね、そういう本当になんか夢のような環境ですよね、曲作りを趣味とする人からしてみれば。なので、それをなんかね、この時代に生まれて残りの人生、あとね、もう元気でいられるのは10年、20年みたいなことを考えたときに、やっぱりこれを
楽しまない手はないな、すごい痛感しましてね。で、今回思い立ったわけですけれども、まあ、ちょっとまあこんな感じで、いろいろざっと紹介しましたが、その機材の進歩をどんどん得て、その恩恵を僕が受けて、曲をいろいろ作ってこれたんですけれども、うん、なのでだから僕自身の歴史でもあるので、本当にね、この今紹介した機材、本当に感謝の気持ちにいっぱい、本当にありがとうございますということで、っていう感じですね。